どうもすみません、なるま,まあ宝塚記念の本命クラスっていうのは出走してないんですがまあでもここをステップに練したとか穴馬としてっていうような感じの、まあ、それぐらいなレベルのいい馬が揃ってるなっていうところありますね。それで台風で大雨が降ったわけではないんですが台風の影響もあって大雨が降って不良馬場になったんですけれどもまあでも。 多分朝から乾燥機とか使って最近はババ乾かす機械とかあるみたいなんでそれで多分八もぐらいまでは回復してもしかしたら晴れなんで量発表になる可能性はあるんですがまあでもあのパンパン塗るようになることはないんでまあでも開幕週ですんで例えば変に「オモ・不良ババが得意な馬」を選ぶとかそんなことはしなくてもまあある程度。 開幕週に近い感覚で捉えていってもいいかなと思いますね。それではまずはババアコースレース展開から考えていきます。ババアについてはさっきから喋ってる通りなんですが、でコースに関してなんですがあのまあ、久しぶりの阪神競馬場での鳴龍記念ということで過去10年ぐらいですね阪神競馬場でのレースを見ていったんですが。 開幕週の終わりにはそこまで逃げ馬が勝ちきってないんですよね。まあ、竹豊騎手が逃げた時に何レースか勝ってるんですが、まあ、やっぱこの阪神2000メートル内回りコースって意外とタフなコースなんで、そう簡単には逃げきれないっていうようなコースではあると思うんですよね。まあ、それで特にこの辺の時期ですね、宝塚記念が近づくような時期だと、まあ、宝塚記念の時にはだんだん馬場が荒れてきて、パワーがいって、 まあゴールドシップとかああいう底力があるタイプが宝塚記念めっぽう強かったようにそういうようなイメージが湧きやすいんですがまただ近年はちょくちょくそ,のそこまでタフじゃない馬場になることもありますしましてや今回はまだ開幕週なんでそこまではタフではないのかもしれないんですがまあでもやっぱりですね逃げ先行馬に関しても力が劣る馬に関しては簡単には残れないっていう風に捉えた方がいいと思いますし。 実際にちょっとあんまり調子が良くない逃げ線工場とかあんまり強くない調子あの逃げ線工場に関してはだいいた止まってるんですよねなのでだいたいはですね高位か中段ぐらいまでの馬が差してきて勝ち負けに加わるっていうことが多くて逆に言うとあんまり後ろすぎるとなかなか勝ち負けに加われないっていうようなレースそういう傾向にはあるかなと思いますね。でそういった中で今回に関しては フェン・グロッテンが逃げる可能性が高くてマリア・エレーナあたりも先行して番手あたり取る可能性もあってそうなってくると逃げ先行馬が結構強いんで,すよ、ね、でまああのもちろん後ろから刺してくる馬ソーバリアントとか空手とか力のある馬とかいますんでまあそっちの刺し追い込み馬の方が底力ということに関しては上なんですけれども。 まあただあのババとか展開有利を味方にすればっていうそういうレベルなのがフェン・グロッテンとかマリア・エレーナなんでまあ例えばフェン・グロッテンの松若騎士あたりがスローに落としすぎてどっかで向正面たりから他の馬たちがガッと上がってって先頭を奪うとかそういう入れ替わりの激しい展開になったらまあちょっと難しくなるというか差し追い込み有利になる可能性はあるっちゃあるんですが。 基本的にまともにフェン・グロッテンが逃げてマリア・イレーナが2番手とかそういう隊列になってしまうと後ろから追いいい込むってううのは基本難しいと思うんですよねまあ多分その辺も考えてソーバリアントのルメール騎手空手の菅原明騎手もある程度高位か中段あたりにつけるとは思いますんで、まあ、競馬には参加できる可能性は高いんですがまあただやっぱりその。 あの基本的には前が止まってほしいようなタイプの馬たちではありますのでまあロスが出たりなんかしたらやっぱり思ったほど強い競馬ができない可能性もあるっちゃあるかなと思いますね。それでは右の方から一頭ずついきますグラティアスグラティアスはまあ3歳の早い段階とか活躍してたんですがまあその頃から成長がなくてまあちょっと動きなんか 筋肉の質なんかも硬くなって、まあ、今回の動きもバタバタしたような感じなんで、まあ、基本的には勝ち負けに加わるのは厳しいいかなと思いますね空手,空手の前奏新潟大笑点に関しては結果分析でも強い競馬っていうふうには言ったんですが、まあ、逃げたセーウン・ハーデスが止まらない中でですねその逃げ馬をうちの方から差し切るっていうのは底力と勝負根性が必要でもありますしあとはパパ渋ってた 中でもやっぱ空手上手いなっていうようなそういったようなレース内容ではあってさらに5番手前後ぐらいからの競馬なんである程度前目のポジションから差し切ったわけですよねまあ、そう考えたら前走も先行して差し切ったわけだし内枠引いた開幕週でも問題ないなっていう風うに考える人いるかもしれないんですがまあ、ただ新潟の外回りなんですよねまあ、直線が長いですしさらにババが渋って コーナーからペースほとんど上がってないようなレースでもありましたんでそれと比べて今回は内回りの阪神でコーナーからペースが上がっていくわけですよね要するに全然レースの質が変わってくるわけであって空手って基本的には飛びが大きくてそこまで器用なタイプではないんですよねまあ,あの不器用ってほどでもないんですがまあただあの本当に器用なタイプみたいに内の方から 先行してスッと抜け出してっていうようなまあ、伸びてほしい時に一瞬でスイッと抜けるようなそういったような競馬ができるかというとそのイメージは湧かないところがあってもし今回のメンバー今回のコースで空手が前走みたいに先行した場合その場合だとばらけてくれないとなかなか難しいと思うんですよねもし団子状態に近かったりだとかバグの中に押し込まれるような感じになってまあ、それで勝負どころ 一瞬前が空いた時に行かなきゃっていうような競馬になっちゃうと飛びが大きい加速に時間がかかるとかそういうもたつき方をしてしまって、まあ、コーナーから無駄な足も使ってしまう可能性もあり得るわけですよね。なので今回のコースを考えるとなるべく下げなきゃいけなくて中段あたりか、まあ、あの理想的なのは中段よりも後ろからなんですがそれだと今回のババメンバーで届くかっていう。 まあやっぱりそうですねこの開幕週で逃げ戦工場がそれなりに強いっていうメンバーということを考えると空手ってあんまりそのレースとフィットするイメージが湧かないっちゃ湧かないんですよね、まあ、でも空手もですね以前ほどは不器用じゃなくなってきててまあ,ある程度前身のポジションから競馬をしてもそれなりの競馬するんですよねただあの前に行くと瞬発力が落ちますんで その分うまくためが効かないとか足の使い方が難しくなったりとかそういう可能性もあるんでまあ本当にその勝負どころでばらけてくれたりスムーズに加速できれば勝てるぐらいそれぐらい強い馬とは思いますし単純な底力で言ったらソーバリアントよりは上だと思うんですよね。ディアマンミノルディィアアママンンミミノノルルは、まあ、本当にに一番良かかった時に外国人ジョッキーとかが乗れば ジャパンカップととかかか有馬記念とかで構ししてもおかしくないい、ぐらいそれぐらいのレベルだったんですけれどもまあやっぱだんだんと調子を崩したり衰えも出てきて筋肉の質も落ちてっていうところ好不中の波もあってっていうところでまあ要するに何かうまく噛み合った部分があれば GI 勝っててもおかしくなかった馬ということは言っておきたいですね。阪神のだったか、あのババが悪い中で見通す ステイクスかな,なんかそういったようなレースで条件戦で打ちつきですごい足使ったことがあってまああの時なんかがピークに近いパフォーマンスはしたかなっていうふうに思いますねまあただ、まあ、前走よりかは少しはマシになった感じはあるんですが以前ほどのキレとスピード能力っていうところもないのでまあそう考えると今回のメンバー今回の馬場だと厳しいかもなとフェングロッテン フェーン・グロッテに関しては、まあ、開幕週ですし逃げれる可能性が高いということを考えると、まあ、普通に前走に引き続き本命にしようかなとは思ったんですが、まあ、ただこの馬はですねちょっとそのコーナーからグイグイスピードに乗っていくっていうようなタイプでもなくて多少ずぶさとかがあるイメージの逃げ馬なんで、まあ、スピードにものすごく偏っている感じというよりかは。 ためが効いてそれで直線で二枚腰使うとかそういうような底力がそこそここあるタイプの逃げ馬っていうようよなイメージななんですよねなのでもしコーナーから他の馬たちに絡まれたりした場合にしんどくなる可能性があって特に今回気になってるのはマリ,ナマリアエレーナなんですよね。マリアエレーナは最近うちの方に押し込まれたりなんかしてまともに競馬してないんで今回は出してて2番手取る可能性もあるんですよね。 まあですからその辺を考えて松若騎手が早め早めっていうような感じで後半仕掛けていければいいんですがもしマリア・イレーナがです、ね、手応えよく外から来ちゃったりなんかするとマリア・イレーナの方がスピード能力が上だと思いますんでそれでちょっとプレッシャーかけられて苦しくなる可能性はあり得るかなっていうところなんですよね。 まくられちゃったりとかそういう可能性もあるっちゃあるのでその辺なんかも心配なんですがまあでもマリア・エレーナが2番手じゃなくて他の強くない馬が2番手とかに来てくれたら乗りやすくなりますしまあ常に半馬身以上とか1馬身以上とかですねリードを保っているのに逃げだったら普通に力がありますんで、まあ、直線も2枚腰3枚腰使いますんでいいんですけれどもまあやっぱそのこのフェン・グロッテンに関しては。 どちらかというともうちょっと直線が長いようなコースでコーナーから絡まれたりとかコーナーからペースが上がりきれないコースの方がいいイメージはあるっちゃあるんでその辺でちょっと迷ったんですけれども最終的にはマリア・エレーナの方を選んだっていうような感じですねですからフェン・グロッテに関しては本命に近い評価ですね。モズベルロモズベルロは前走新潟大商店で久しぶりに構想したんですが。 まあ、ディープブリランテ3区で結構主不良馬場得意な馬多いですしこの馬も得意っていうのと上がりがかかって他の馬たちが止まってくれるとっていうタイプなんで、まあ、前走に関してはもう他の馬たちが全然競馬せずに止まってくれたんでっていうところはあるんですが、まあ、でもこの馬自体も馬体面良くなってましたし今回も前走より少し気配上がってきましたんで、まあ、多少は衰えはあるんですがまだまだ。 ある程度はやれるんですが、ただそれに関しては時計がかかったり上がりがかかったり、他の馬たちが止まってくれればというようなタイプなんで、自力で差し込むだけの足がないんで、今回の逃げ先行馬が引っ張るような開幕周ということになると、ちょっと分は悪いかなと思いますね。インプレス。インプレスは条件戦で連勝したりとか勢いあった時はあったんですが、まあ、ちょっと、 勢いがなくなってきたっていうのもあるんですがまあ、単純に相手が強くなってなかなか通用しなくなったっていうところもあったと思いますねまあ、場対面なんか見ていてもやっぱりバネとか底力とか能力オープンだと劣るようなところがありますしまあ、条件戦で練習してた時なんかでもある程度ハマってはいたのでそう考えたら自力で差し込むほどの足あとは能力がちょっと足りないで、まあ 距離はゆったりした方がいいのにこの距離でさらにスピード的にはどうかなっていうところを考えると、まあ、基本は厳しいかなと思いますけれどもマリア・エレーナマリア・エレーナは前走の大阪杯の時も仕上がりは良かったんですが、まあ、ただちょっと体というか動きが軽すぎるところもあったっちゃあったんでまあなんかこの辺の厩舎だと g 1だと作りすぎちゃう時があるというか、まあ、特に牝馬なんでもっと軽くしなきゃいけないんですが。 G1 で変に作りすぎちゃう傾向があるんで逆に今回みたいに前哨戦の方が余裕を持って作って仕上がり的にもタメが効いたりだとかパワーがあったりだとかそういう可能性は高いかなと思いますし実際に追い切りの動きを見比べてみても今回の方が良い意味で余裕があって重厚感があっていいなっていうような気配ですね。それででここの馬はですね、最近やたらとと内枠を引くくが多くて、 内枠でもでもすね、4コーナー前後とかばらけてスムーズに加速できれば問題ないというか逆にいいんですけれどもちょっとその馬群の中に押し込まれるような感じに近いような競馬が続いていてこの馬はあんまりそのゼロからスパンと切れるタイプではないというかそんなには器用ではないんですよね。なので基本的には、 4コーナー手前から4コーナー前後スムーズに加速してマイペースで押し切りたいっていうような感じがあるんで今回に関しては気持ち真ん中どころの枠になって今までとは違ってフェングロッテンを目標にマイペースで競馬できる可能性があるわけですよね。で、まあ、これだけなんというか能力を出せずに終わってきてるんで今回のメンバーを考えて2番手いかないとしたらちょっと。 まあそんぐらい今回はメンバーあとはバば考えたら自分の競馬かなり強気にやっていくべきかなと思いますんでそういう競馬を陣営や騎手がしないとしたら僕はもうちょっと理解不能ですね何しに出走するんだこれからやる気あんのかっていう風に感じてしまうぐらいでまあ今回人気もあんまりないので穴人気ぐらいまでしかしてないので、まあ、今回こそ まあ大チャンスだなと思いますんでっていうところなんですがまただ中途半端に馬群の中でごちゃごちゃしたところ入ったりだとかまあなんか勝負どころからの仕掛けも中途半端だとかそういうような形でまあなんか全然馬の能力信じてないなっていうような競馬をした場合だともうそれはもう騎手か陣営になんか幻滅するというかがっかりするしかないっていうようなレースになると思いますんで。 馬の能力考えたらら今回は勝ち負けけに加わななきゃいいいと思いますねワンダフルターンワンンダフルターンは2歳の時から活躍してた馬で、まあ、素質はあるとは思うんですが、まあ、そこからなんか馬が成長しなかったというかまあ吸射力の影響もあるとは思うんですがで、まあ、ここに来て多少バランスは取れてきたかなとは思うんですが、まあ、でも躍動感とかパネルとかそういったようなもうワンパンチが足りないなっていう,うな印象ですね。アドマイアハダル アドマイアハダルに関してはまだそこを見せてないというかですねしっかりとはこの馬がどういう馬かっていうことはつかみきれてない部分はあるんですが前走の京都の外回りコースなんですが中段あたりから打ち付きで伸びてきてあわやっていうような競馬あのまあ何度かしゃべったんですが京都競馬場はリニューアルオープンしてそれで4コーナーの仮作を少し引っ込めて 4コーナーナの曲ががり方が緩やかになったわけですよねそのせいで以前は結構4コーナー鋭角に曲がるような感じで馬が外を膨れたりなんかしてそれで打ちつきが決まりやすかったんですが京都競馬場がリニューアルオープンしてまあそれで4コーナーが緩やかになったことによって意外とああいう中段もしくは後方からの打ちつきがはまらなくなってるんですよね。なので その中でアドマイヤハダルはあの打ちつきで伸びてきたっていうことを考えるとまあちょっと可能性を感じるっていうところはありますね。まあもちろんその打ちつきがハマる時もあるっちゃあるんであの時はたまたまハマったっていうところもあるのかもしれないんですが、まあ、この馬をもともと皐月賞で構想してたぐらいで、まあ、素質があった馬ででその中であの頃なんかだとちょっと体の動きが大きくてそれで。 まあ早めにマイペースで加速しないとっていうようなタイプではありましたんでそれと比べて最近はですね結構その俊敏性が増したというかですね多分バグの中から抜けるような競馬もある程度できそうなんでまあそういった意味ではなんか馬が完成してきてなっていう以前みたいに体を持て余した動きを持て余した感じのレースとは違った一面が見れてどこまでやれるかっていうところですね。こ,この辺で 勝ち負けした場合だとと宝塚記念でも穴馬して例えば里のルークス里のルークスは菊花賞で構想したりはしてたんですが、まあ、ちょっと早熟気味だったのかなっていう、あのー、後ろ足の筋肉の質が落ちて脚力が落ちてバネがなくなってしまったんで、まあ、今回の追い切りなんか見ててもちょっとそのやっぱバネがない分体を使いすぎちゃうというか無駄な動きも出ちゃうようなところがありますしまあ基本的には厳しいかなと思いますね。 ヒンドゥータイムズ・ヒンドゥータイムズは、まあ、いかにもな G3 っていうようなメンバーだったら通用するんですが G2G1 で構想するレベルが出てくるとちょっと力が足りなくなるというかあんまり相手なりには走れないタイプなんですよねなのでちょっと今回メンバーが強いかなっていうのはありますで馬場が渋った場合に関しても小倉で勝ってるんですがやっぱあのムルザバエフ機種がうまく乗ったようなところもありましたし まあやっぱり外目の枠を引いたりなんかもして逃げ馬先行馬が残る展開それを自力で差し切るとなると簡単ではないかなと思うんですがまあただこの右回りの 2,000m っていうのはベストに近い条件でまあ,ある程度立ち回りがうまくいった時にはですね構想しやすいと思いますし武豊学習阪神知り尽くしてますので。 まあうまくいいところでタメが効いて勝負どころ4コーナー前後の立ち回りがうまくいってごまかせればですね通用する可能性はあるかなと思いますし追い切りの動きはすごくいいので前走よりいいかなと思いますんでそういった意味ではまあうまくそのこのコース適性とあとは器用さっていうところを生かせればっていうところですねボッ,ケリーニボッケリーニに関しては以前からかなり高く評価してた馬で何度も何度も行ってきたと思うんですけれども。 ま、ちょっと左回りでも重症で構想してるんですが、ただ左回りは良くなくて右回りがいい馬でまあ、本当に出来がいい時に外国人ジョッキーとかレベルの高い。こういうズブ馬を動かせるジョッキーが乗った場合だと有馬記念勝ち負けしてもおかしくないレベルの素質場なんですよね。まあ、ただ浜中騎手がずっと乗ったり、なんかしてあんまり動かせないんで。まあ、あの能力高いんでまあ、馬がある程度は？ 勝手に走るところはあるんで展開的に乗りやすかったら構想はしてるんですけれどもやっぱりギリギリのななななっっりんんかかすするるとででは動かせててななていいいううよようレースが続いてるんですよねで、まあ、やっぱり、あのー、外国人ジョッキーとかがずっと乗ったりなんかすると馬もピリッとしてくるんですがちょっと今馬がもっさりしたというか馬体面も走りなんかも少し緩くなったかなっていうところがありますんで。 ますっと反応するかどうかわからないところがあるんで、今回前がなかなか止まらない展開で開幕週とかになると動かせるかどうかが微妙かなっていうところはありますんで、まあいいところでタメが効いて、まあ馬の能力でなんとかなる範疇だったら勝ち負けに加わる可能性はあるとは思うんですが、まあちょっと今回は人気すぎかなっていうところはありますねかなりギャンブル性の高さは感じますね。マイネル・ファンロー。 マイネルファンロンもこの馬は本当は強いですからね、まあ、何度も何度もこの馬に関しては言ってきたんですが、あのーまあ、先行して早めに抜け出すっていうのを結構前はやってて馬場、まあ、が渋ったりなんかした時とか上がりがかかる時とかなんかでもいい競馬してましたしまくるような競馬もできるっていうのは強みですし後方から直線勝負っていうような形でも調子のいい時はいい足使ってたりなんかして。 好不調の波はありましたけれども本当にいい時だったらもっともっと安定して活躍してもよかったんですが、まあ、自滅の多いミルコ・デムーロ騎士やあとは他のジョッキーもいいジョッキーがなかなか乗らないっていうところがあって、まあ、この馬に関しても結構かわいそうかなと思いますね。まあ、それで年齢的にさすがに少しは衰えはあるんですが、まあ、でも今回の追い切り良さそうですね。なので今のマイネル・ファンロンとしてはかなり出来はいいかなと思いますんで。 まあ乗り方はでですすすねねととにかく極端な競馬することです、ね、一気にまくって早め戦闘とかそういうようなあの変に小出しにきれいに乗ったら持ち味がいきないんで、まあ、ために溜めるかそれか一気にいくかっていうような競馬ですねそれができればっていうところなんですが、まあ、ただ中途半端な競馬することが多いんですよ、ね、ソーバリアントソーバリアントに関しては、まあ、前走の中山記念の前に横山武志騎手だとちょっと。 危ないいかもっていう,ふうにそういう気難しさがあるっていうふうには表現したと思うんですがちょっと恐る恐るに近い感じでコンタクト取らないとっていうところがあって、まあ、でもルルメール機種だととその辺ううまいんんでで安定ししてててて動かしてきてるっていうところなんですよね、まあ、前走の中山記念もそれなりの仕上がりではあったんですが今回の方が躍動感があって足先のスナップなんかも効いててキレのある動きできてますしまあこのま やっぱり気象面考えると休み明けの方がいいかなっていうところがありますんで今回期待ができる普通だったら本命でいいかなと思うんですが、まあ、ただやっぱ逃げ先行馬が有利に競馬進められる可能性があるさらに開幕週ということになると、まあ、ちょっとなかなか外から簡単にはさせない可能性もあるっちゃありますしコーナーからなし崩しに足を使わされる可能性もあるっちゃあるんですよね。で、まあ、でもやっぱルメルメール機種なんで まあどっかかでで前に壁作れれたりなんかすればですばね勝負どころの仕掛けなんかも外回りながらもなんだかんだ言ってそこまでロスにならないように上手に回ってきたりとか技術的なレベルも高いっていうところがありますしまあこのソーバリアントの乗り方知ってるジョッキーさらにソーバリアント自体がこの右回りの 2,000m 前後がベストですんでまあそう考えたら普通に総バリアントルメル騎士でいいかなっていうところはあるんですがまあただやっぱ。 穴馬がいいたとと、うことあとはレース展開によってはルメール騎手でもソーバリアント崩れる可能性がある気難しい足の使い方が難しいところがあるんであの絶対足はためなきゃいけない馬なんでためが効くかどうかとかを考えるとちょっと今回はマリアエレなナ行こうっていうふうになりました。ススカーフェイス スカーフェイスは前々走大阪城ステークス勝っててその時はまあうまく貯めて外出しが決まったような形ではあったんですがまあでもある程度は能力はあるんですよねただ前走みたいにマイルの重傷とかになってしまうとちょっとこのまま体つきとか動きが緩いところがあってスピード競馬にちょっと対応できなかったり反応が悪いようなところがあるんで。 相手関係が楽だったり上がりがかかったり他の馬たちが止まるような感じだったらハマる可能性があるんですが、まあ、今回はまあなかなか前が止まらない可能性があるということでどうかなんですがでも距離に関しては1 0 0 8以上あった方がいいんで、まあ、そういった意味では少しはとは思うんですが、まあ、基本厳しいと思いますね。